れこれも喋っていい？喋って OK？ 入ってる？これ入ってるはず？本当に？ああ、動いてるね。はい、皆さんこんばんは。ニュートンおなじみマイクヒデでございます。ですね、今日のルールはですね、まあ今日は16人参加ということで、まあフォックス12月30日ここ大山ニュートンで4-4フォックスの大会がありますね。まあそれに基づいて、まあちょっとキャラに偏りが結構あるので、今日はランダム4-4という形でやっていこうかと思っております。で、今チームも決まりました。で、チームがですね、1チーム目が古川、ロード、バイパー、ハクが1チーム目、2チーム目が、ウネ、シャル、チャボーズ、ウラキニが2チーム目、3チーム目が破天荒、山本、マルキ、おしゃまるくんが3チーム目で、ラスト4チーム目が中島、ヒデ、ニーヤー、ピロシとなりました。で、出すキャラに関しては、その場で自由に決めるという形になっておりますので、まあサブキャラが見れるかメインキャラが見れるかっていうところが、まあ、今回の見どころなんではないかと思います。というわけで皆さん、もう少しの試合を見てお待ちくださいませ。
やーどうしようどうしようどうしようマジどうしよう。今マイク入れてます。どうしようかな、どうするべき。ちょっと一旦切ります。じゃあね、そろそろ大会やっていきますよ。払うというちょっと良心的な考えでもありですし、まあ、そこは本当お任せしようかと思います。そんな感じ。トモダさんの到着何時になるかわからないので、まず A 対 B からやっていきたいと思います。配信台、今やってるシャルさんのところの状態はそろそろちょっとの時代ラストでお願いします。ワオ、はーい、皆さんこんにちは、こんばんは。
声聞こえてます皆さん大丈夫ですか。ニュートン内のマイクがちょっとね、スピーカーが若干死んでるので、これマイク入ってるかどうかが分かってないっていう感じなんで、まあ、皆さんコメントもらえたらすごい助かります。そして今日もありがたいお言葉、今日もヒデさんを分からせてやってください。いいですね。ヒデさんを名指しできました。これはヒデ頑張ります。ゲーム音低め、マイク音デカめらしいです。ゲーム音ちょっと上げましょうか。はい、皆さん情報ありがとうございます、助かります。ゲーム音をちょっと上げましょう。上げました。OK、どうですか、ゲーム音とマイク音のバランスまたちょっと教えてください。はい、やるよー。あー、友田さん到着、 OK です。やるよー。5人チーム同士の戦いです。で、C チーム、友田さんの入ってるチームは1人1キャラ、何でもあり、毎回で、で、ABD は1人2キャラ持ちが現れます。で、2キャラ持ちの人は同じキャラ2回でも OK っていう感じになってます。ただそこは大人の対応で変えてもいいですよっていう感じですね。そう、C チームは5人いるんで、もう5キャラあるので AABD だけ1人2キャラ持ちが現れるっていう感じですね。そうですね、 C チームの友田さんのチームは1人1キャラで、他のチームに関しては1人2キャラ持ちが1人だけがいるっていう、そうそういうことで、ごめんなさい説明まじらしくて。ゲーム音、ハデさんゲーム音小さいって。やるよー。1人加わったんで5人チーム同士の戦いです。キャラは何でもありです。キャラ何でもあり、チーム内同キャラも OK じゃないと、ほら被って使えないとかだとね、ちょっと悲しい、ちょっと矢口的状況になるんで。はい、じゃあやるよ。 A チーム古川ロードバイパー吐く、 B チームウネシャルチャボーズ裏手にで集まって、ワンピース B のじゃんけんからお願いします。 AB から。じゃあ最初はグー。お前そこなの。A チームが 2P かで、5キャラ同士の戦いなので、まあ誰が2キャラ使うかはその時順次決めてもらえればいいかと思います。先方決まったらカウンターまで教えてください。毎回キャラ変更 OK です。その代わり合計使う場合は5000円です。そう、はい、ちゃんとチーム内で決めないとあれだよ。マイク大丈夫ですか。マイクとゲーム音、まあゲーム音はちょっと鳴ってないと分かんないんですけど、またコメントください。 A チーム、 A チーム集まってあげて、古川ロードバイパー吐く 2P 側に集まってあげてください。はい、チーム内5キャラです。 C チームだけ1人1キャラなんですが、チーム内5キャラです。誰が2キャラ使うかもちょっと相談した上で対戦してもらうかといいと思います。5人チーム同士の戦いです。4人チームで、で、スーピー側にあるみんな、皆さん集まってます。あそこの緑っぽいズボンを履いてるのがローズさん、左側がメガネですよ、右側のズボンがハクで、5キャラ掴んで、で、例えばバイバーさんが X ホーク、X ホークでも OK ですっていう感じのルールですね。
こちら 2P なの。です、 2P です。あのハクさんがジャンケンで勝って 2P って言ってます。まあなのでお任せします。ワンピーが決まりました。スーピー側先方の申告をお願いします。F キャラ、あ、聞いた、F キャラ X、なんでもありです。で、チーム内で例えば、X ガエルと X ガエルを使うメインで、かぶってても使用 OK です。じゃないとメイン使えなくてね、負けるってものこそね、悲しいものはないからねっていう。2P が決まった？OK？ OK、 はい、やりましょう。 1P 側うねがえる、 2P 側は、ロード S 下がったかな。さあ、では本日ましょう。本日は17人参加で、もともと4人チーム対4人チームのチーム構成だったんですが、途中で1人エントリーが増えたので、今日は変則5キャラ持ちっていう形になりました。さあ、ウネガエルがうまくいなしている。さあ、最近のうねくんはね、かなりやり込み勢ですからね。マイク入ってます、大丈夫ですよね。さあ、ここはグランド。さあ、これは各班が入らない。さすがでしたが、これも入らない。さあ、これは安っ。今のはもし手前落ちだったら中キックアッパーカットとか、ああ、いい三段。さあ、しかし投げ返す。今のは中キックアッパーカで良さそうですよね、もし最大入れるんだったら。エッサガなんで、まあ最大あれくらいですかね。さあ、2位は何も食らわないが、あー、空対空出せず。さあ、そばとの出すタイミングがすごい大事だが、いい感じで当たっている。いいよ。さあ、しかし、あー、TBS。 さあ、当たんない。これがエッサガです。さあ、いい勝負だ。弾を打ち続ける。ロードエッサガット、どっかで飛びたいが、どうする。相打ち、 TBS 送らず。あー、アッパーカットが出なかった。ウネガエル勝利。ラウンド1ファイト。はい、こんばんは。早めに決めてくださいね。はい、2番手にハクキャミ。さあ、ハクキャミどこまでやれるか。なんか昨日はなんかちょっと話してる内容聞きましたが、ハクキャミーがかなりウネガエルを結構いけたという話をちょっと聞きました。さあ、しかしソニックの回転が本日はかなり速い。ウネくん、これはガードで OK。 さあ、 TBS は TBS 怒るも高めぐらいなので投げ返し確定。リフトアップは潰されるけれども、その後の状況はガエル有利っていうところですね。さあ、投げ打ち身がない。投げ返して、ここはサマー待っている。さあ、ちょっと画面端を背負ってる状態は苦しいぞ。空中予定はうまくて、さあ、なんとかしたいが、これはソバットで、バックソバットで避ける。おっと、高
面に当てて、しかもダブルアップ。ここからどっち、スパイラルアロー、どうなる、ソバットが刺さる、ウーネガエル2連勝。ここで古川ガエルですね、はい、あ違う、古川坂とか。さあこれは果たしてどうなるか。粗末で切られてダイヤシー、いいですね、あの踏み込みダイヤシーがかなり肝になりますが、安い手前でスカル、粗末まで入って痛い痛い痛い、ピヨって、これは投げて終了。サマー決まって、固めて固めて、さあここはダイヤシでやり返すが、これだけの体力差をどれだけ返せるか。サマー高くて、サマット、さあ裏剣が入りそうだったがここは逃す、大剣入って削り角、さあおそらくこのチームはバイパーさんが2キャラ持ちでしょう。さあ4番手バイパーホークが出てきます。さあうまい前ジャン大 K でやっつける、あぶる、さあ大 K で蹴って、ここは様待っている。さあうまい具合にいなしているが、これはまずい、よく壊しを出した、うわー減った早出し方にはあの大手は負けてしまう可能性は高いのか。さあこける、おっとコパンがちょっと早く重ねりすぎたか。さあ大手を、大足を中足で蹴って、ウネガエルかなり我慢している。さあこれはウネガエルにとってはいい状況か、後ろに下がるスペースがバッチリ、相打ちは良くない。さあ歩きでリフトアップはよく出した、ここはどうなる、あーこれは出なかった。さあ開幕台形で蹴ってサマーで切り返す、さあサマー待っている、よく待っている。さあサマー切れる、さあこれはやりすぎたか、やりすぎた台車はでかかったのか、やばいよコパンで暴れる。さあこっからどうなる、中足切り返してサマー切って、あーっとこれはやっぱりバレている、あーアントビではなかった。さあ 2P 側大将、やはりバイパーさんがもう一回いきますね。さあ 2P 側大将です、サッコーサッコーサッコー、台形で蹴ってコパン、お互い暴れて、なんもない距離だった。さあこれは出がかりを、うわーバレている、投げ返す、サーマー、わー打ち続ける、デヒではありません、ネウです。さあこれはトマホーが出まかったが、さあバイパーさんもちょっと少し攻めのパターンが読めなくて困っている感じか。あ、打ち合いやばい、
あ、これは、あ、これはほう、あ、ダブル回してましたね。俺たち来ました。ABD は1人だけ2キャラ持ちが現れます。さあこれは死んだか。さあもう一丁、あ、しかしうわいって、大 K と相打ちはやばい。コパンでなんとか止めるが、うまい。さあこれピオリッチ相打ち。さあワンピーがどうする。さあ裏手にさんが出てくるキャラはバイソン。本当に言ってる。さあ2番手裏手にバイソン。さあニョイボ。さあ三角三角バックジャンプ。あ、これは勝負。回されてしまう。一回対応が遅れるとこうなります。さあでかい杉ちゃんが襲ってくる。さあ大剣蹴って、さあうまい中盤グランド。さあこれは死んでしまうぞ。死んでしまう。これがバイパーホーク。お、チャボさんが3番手。さあチャボさんはエクスタガートですね。さあこの対戦は果たしてどうなのか。なかなか東大戦でもエクスタガート対エクスホークって見ませんからね。さあ2位で確定。しっかり見えている。さあ上タイガーで飛べない。さあ打ち分けがうまいぞ。さあ寄りタイガーどうする。さあ上から、上からスギちゃん。マリコではありません。これは2位確定。あ、これも入るのか。いや、これは X ホーク厳しいか。さあ 1P 側リーチがかかる。さあうまい、うまい。これは確定。さあ上タイガー下タイガーをノー、チャボーズエクサガット。さあうまい、うまいぞ。さあこっから踏ませた。さあお互い慎重な立ち回りだが、ここで俺たちのバイパー。この男いつも仕込んでおります。さあ高めガード投げ、これは美味しい。さあ踏ませた、これはかなり優位だぞ。さあしかし合ってしまうのか。上やばいぞ。わあよく出した。しかしまだある。いや大慶、わあ対空がうまい。勝ったのはウネシャルチャボズラティニー。はい、じゃあ次いきます。破天荒山本友田丸樹お茶丸チーム対中島秀ニーヤピロシ。じゃんけんからいきましょう。ワンピースーピーラウンド1、はい、そうっすね。はい、じゃあじゃんけんを。代表誰でもいいよ、 C チーム。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。どっちがいいですか。中島さんとあとピロシさん、ピロシさん、ニーヤさん、ワンピースーピー好きな本あります。
どっちでも 2P で。じゃあ破天荒山本友田丸木お茶丸は 1P で、で中島秀にアピロシは 2P でいきましょう。さあ、じゃあ1回戦の第2試合、2P 決まりました。 1P は決まった。先方2P 今の、今ので OK ですよね。 OK です。 OK、 1P が山本チュンリー、 2P が新谷健。あれ新谷健です。ニーアケン、さあニーアさんの剣は俺のツンリーとやってるのでどうなるか。ごめん、近くでタバコ吸いよう、ごめんね。さあニーアケンが今日は 手を怪我してるとか言いながら、うちのチームはニーアさんが2キャラになりそうかもです。さあこれダイヤ足かくってるのか。さあ TBS ソシ、さあうまい、あ踏ませた、どっち。さあ膝からどっち、昇竜重ね。2周目の、別のチーム戦い、破天荒さん英語ってどうやって喋ればいいんですか。さあなんだそれは。さあこれは中継で飛び込んで、さあニーアテンが圧倒しているが戦術持っているぞ。さあナーディール豪快、さあ勝利割られて、あこれがチュンリーです。困った時に出せばいいんです。さあこれで、さあ台足に台足を差し返す、まさかの。さあこれはチェンかなりオホイリード、膝からいって、さあどうする、竜巻何読みだ、波動拳で落として竜巻、あーやりたい放題のニーアテン。さあ C チームは誰が出る、残るは破天荒友田丸木お茶丸。おなんと破天荒龍でした。破天荒エッサガではありませんでした。さあ2番手は破天荒龍ですが、ニーアーさんの剣がキレッキレ。さあこれはクータスミスか、今のはそれとも早めの飛びに対してのロテッティアだったのか。ほぼオトチュン、ほぼ山本。さあ勝利が出ない、膝からどっち、あー出ない、あーコンパンを押してるところにぶっ刺さってハファヤード、やばいやばい、言ってるかどうなんの、食らう。さあ昇竜が出るぞ、これは今度は台形で、ジャンプ台形でお返し。さあ前の攻め方がうまいぞニーアケン、しかしファイヤーでやり返して、ここは中昇竜、さあ昇竜昇竜昇竜で送らせ、おお膝に行った中継がいい具合に、さあこっから削る、うわーできる、うまい、どうします、あ、OK、
さあ2番手は中島ガエルです。さあ中島ガエルどこまでやれるか、まあ流線はねしこたまやってますのでね、見ている。さあ画面端の片目は辛いぞ、対応が完璧だ。さあ無理はしない、リフトアッパー、中パー対空うまい。さあこれは龍かなり苦しいが、どうする。バックジャンプ両手で、あー何もできず、今の中波動に対してバックジャンプで落ちてたので踏ませることもできましたが、ちょっと画面調節を誤ってしまったか。さあ中継で飛んで、これは中パンでしっかりと落とす。さあリフトアッパー、中足入って、さあファイア波動ぶっ刺さるが、さあ裏剣が入る前、これはバレてる、弱小よりでしっかり落とす。さあここからどうする。さあゲージ持っている龍がかなり優位に試合を進めているが、裏手が入らない、いい間合い、これは入らない、よく打ち続ける。さあこれは踏んでしまって、真空ダブルサマーなあ、これはああ、さあちょっとヒヤッとしましたが、アフターフォローはなんとか。リフトアッパー中足、さあピオリーチ、さあこのゲームピオリーチだからといって下がりすぎると痛い目を見ます。サブで押して、これは見えている、中島ガエル鉄壁か、うまい、膝で落として、さあおえ何今の、えどこに判定あんの今の。何今の、初めて見たわ、あれ何今の放送事故でしょさあ3番手はお茶丸バルロゲ、はい、さあ開幕はハイクローが刺さってスタブが入った後の試合展開だが、やはりガエルバルログは、さあ空対空が強い、なあ空で、さあ空対空できずで裏にいる。さあスタブ入って、あーマジで、ジャンプ台手よりも爪の方が超減ってますね。さあ空対空は厳しい。さあ中外地が入って、大倉瀬様あれ食らうんですよ。さあ打ち切り、何もなし。さあちょっとお茶丸バルログがコンボの性能精度が、さあ上から乗っかという投げ返す、これは盤石か。中外地、さあ今の若手のプレイヤー中外地って言っても分かんない人いそうですね、さすがに、さすがに。ちなみに僕も中外地知ってません。あれこれ中返しって技だっけみたいな感じで、そんなわけないっていうね。さあこれはコパンで飛び込んで投げ返す、これは機械連携、機械さんのごまかしが中島さんにも乗り移っている。さあ続いて、なんだこれ、ハイクローじゃないかやっぱり。あーこれはやばいぞ、やりすぎたか、ハイクローのやりすぎ。さあ 4番手はマルキーさんかな、はい、さあマルキー龍ですね。マルキーさんは僕は初めて見るかもしれない。さあどれくらい動けるか、あ、マジですか、へえ。あれどこの人ですかね、ん、立川、立川勢らしい、マジか。
立川からはるばるありがとうございます。マロッキフロムモロッコ、なんだこれ、モロッコ、おう、は、はなまるっき。さあデージがやばいぞ、どっとも食らえないまるっきさん。さあうまいが、おっ、中ゴス、しかしこれはよける、あーこれ熱い、あーあー刺さる、まるっきさんの根性値、あれ今のやばいっすね、お互いにギリギリで、ギリギリで、うまい、あれ投げこすりたくなる中足波動ですね今のは。さあ今のラウンドを見ててもかなりできることがわかる。さあとこう弱小でね、あうまい、アッパーだけだったか、TBS 阻止。さあここからさあ我慢しているがどっかでやり返したい、どうする、裏剣が食らわない前で振ってますね。さあこれ熱いぞ、さあリフト、これはさすがに、さあ開幕大ファイア波動投げて、いい位置をキープ、中足が当たる前だった、うますぎる。さあマルキさんうまいぞこれは、さあまで切ってめくりはしっかりガード、おっとスーパーサンバ最大。さあこの2人かなり熱い試合をしている、中足に中足を差し返して、さあこれ大抵は入る、我慢している、撫でてうまい。さあこれはソニック打ったスーパー、これはよける、熱い、どうなる、あースタブリ中パン、俺かなこれ。さあヒデが出ていきましたね。さあこのマルキリュウかなりやり手ですね、できますよ、なんだ、会議の結果ヒデになりました。ヒデ大丈夫ですかね、前回僕倒したんですよ。まあさすがにちょっと、まあ、リュウに本題行くのもちょっとっていうのもありますんで、まあ、そうだね、ちょっとここは勝ってほしいです、本当に花巻本当強いんで、強いですねこれ、そうですね、もともとカップ S2 だったりマスト4ウルフォーとかのプレイヤーで、カップ S は一緒にちょっとやってたんですけど、うわーマジか、謎のスピードにもきっちり、反応がいいんですよ、反応がいいんですよいいですね、これヒデちゃんちょっと、ヒデちゃんちょっと花丸木っていう人方と同じなんですはいってコメントで流れてるけど、あ花丸木と同じですね、丸木は同じ人だそうです、はい、確かに丸木で出てんのか、そうです、今日は花丸木とドイツジムです、ストホールホのサガット使い、あなるほど、あヒデでも流線はすごいやってると思うんで、そうですね、あまり、ここまあ、花丸木とはあうまいですね、壊し戦列、さあここでボスですねさあトムザベガ、これが対象ですね、
でまだ2人残ってる、ね、そうですね、僕とあとっていう、まあ、多分友座さん2回だろうけど、あ、まあこれもそう、まあもちろん、うわ、あ、なんだあの当たり方、詐欺臭い、なんだあれ、キャラさですね。ここはでも本当チュンリー有利なんとかではないとは思うので、勝ってほしいですね。うわーきつい、返す、あーここでの内返しが、うわー天使を入れてるかということで、はい、というわけで、じゃああれともう2回出た、ああ、そっか、あの C チーム D チーム勝ってるので、じゃあ次、ウネシャルチャボーズ裏手に対中島秀ニーヤピロシでいきましょう。じゃあ代表者じゃんけん、ウネシャルチャボーズ裏手にの代表者じゃんけんお願いします。はい、やるよ大会、ウネシャルチャボーズ裏手にの代表者じゃんけん、はい、じゃあグーじゃんけんぽい、はい、2P ですよね、また 2P で、はい、じゃあ先方決まったらまたやっていきましょう。さあ、ウネシャルチャボーズ裏ケニチーム対中島秀ニーヤピロシチーム、勝ち上がり同士の試合、まあ、これでまずウィナーズの勝者が決定ですね。やりましょう、座ってください、ワン先方ウネウネガエル対ニーヤホンダ、お、ニーヤさんのホンダが、キャラさで言うとニーヤさんのホンダですね。ラー TBS、 あー TBSTBS、 やばいやばい、もう体力ないんだけど、 TBS、 ただひたすらに TBS の嵐、はい、さあ TBS、 やばいやばいやばい、ガードあかん、投げ返す、さあこれは台形でしっかり蹴って、うまいコパン、さあこれは最大、さあまず切って、さあ中におったがスパコンがないのでさすがに前歩きは怖くないでしょう。これはサマーコパンで落とす、台形、さあやばいぞ、さあ最大ピオリチガード、あーっとクソブソさあサブできてて、サマさあどうしようかこれ、ラウンド1ファイト、2P は誰行くかでちょっと迷ってるようです。まあ、中島秀ピロシが残ってますね。あ、クレジットは、え、クレジットな、どっち、ピンク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 、
聞かない、あ、聞いた。ノーキャラです。さあ、ノーキャラはソニックの回転がとにかく命です。ソニックの回転を数えろ。そして TBS は怒りません。このキャラ同士ではなかなか。さあ、中足に大足を差し返す、これはお見事。1ドットウネ君有利だが、スタブが入る。スタブやり返し、さあこっからどう切り崩す。さあガードはまずいぞ、イーブンかな。これで1ドットリード、中キック入って、ウネガエルがうまい。さあこれ開幕は1ラウンド負けている中島さんの方にかなり体力が。さあ2台打ちでも1ラウンド取られてる側と取られてない側で小位置は違います。まあ正確に言うと TBS 阻止。さあしかし何が分かるかはあるかは分からない。まあ安全にガードをするっていう選択肢もいいんですが、ガードするとガードバックで画面が押される。さあ中そばとにソニック入ってどうなる。あー、ソニックの回転で負ける。これはあー途中 TBS、 今のは TBS でしたね。大パンが入りました。さあソニックの回転がウネ君超速い。さあこれはリフトアッパーが出てしまう。さあ中キック、これでこれで中島ガエルがリード。あ、ゆうちゃん悪くない、前を離して。TBS の定義は裏切りです。さあお互い動かずに打っていくが、ここで飛んでくる。ここはさすがに、さあ分からなくなった。ナディに行ったところは中ソバットで回避、裏剣。あこれはしょうがない、時間もなかった。さあウネガエル大健闘でした。ここでぶっこんできましたシャルバイソン。さあ今のはうまい歩き中パン。うわー TBS だわ。暴れる暴れるくん炸裂か。気まずい前だが、ここで足速いわこのキャラ。ソニック、さあこれは見られている。痛い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 、やばい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 。さあやり返せるか。襲ってくる俺かな、これは。
さあここは俺かなと言ってヒデが出ていきましたね。まあやっぱバイソンにキャラ的に対抗できるキャラチュンリーでしょうね。あ、テンション空振る。お、背中蹴りを返してく。反応早いな。いや、いい対応。さあ、暴発か。ガードしてヘッドまでガード、百裂削って飛びは天章、まだ生きてる。さあ空振った。伝承客は発生が早いけど横のリーチが全然ないんですよね。ザーもう一方的にボッコボコに、ボッコボコにしてシャルバイソン勝利。一瞬でした。やっちまったー。さあやってしまいました。まあしょうがないです。さあピロス、ホンダが4番手、相手まだ4人残ってるんだよね。やばいなこれ。さあドスコイ、さあこれは撫で返した。いや行って、なんだそれ。いやこれは、あーなるほど、割れない連携か今の。うまい。さあこれはアントビバッチリ。お、マジ、え、嘘、そんなことできるんだ。さあこれはチャンスか。アルティクレイジーはバレている。体力は2ドットくらいバイソン有利か。あーこれ、あーなるほど、アルティナで寝たところをコパンデー制裁というところでしたね。さあ今のコパンデー大ハルテが止まんないと。あーこれはヘッドで返して、うまい、よく出した。しかし手前落ち、さあお互い、いやーしかしここで刺さってしまう。シャルバイソンが硬い、硬すぎる。どっかでこかしてワンチャン作りたいがもう厳しいか。しかし最大があったー、ヒロシホンダが決める。ヒロシさん本当に根性値がすごい。さあ裏切り DJ です。3番手4番手ヒロシホンダ対裏切り DJ が3番手。さあやはり DJ はちょっとドスコイは余裕でガードで落ちていたが、膝が入って、もう一回、今度は腹ばい、もう一回ダブルアップ、さらにもう一回どうする。これはアントビに当てる。ガードはやばい、手前落ち。さあ
これはバレている。どうする、おいマジで今の。さあエアスラガード壊しで制裁。さあ刺さって中キックでお支払い。あしかしこれは逃げる逃げる。さあ今のエアスラの攻めは早かったですね。さあ大張り手、あーこれは払わないから。ピロシホンダが強い。さあチャボーズさんですね。さあいい勝負になってまいりました。サガットホンダどうなんでしょうね。まあ下タイガー見てからドスコイ合わせられるのが最大ですが、あーこれはウエタイガー我慢、下タイガーには飛んでいる。これはもうタイガー見てからスパコン余裕でしょうが、あーなるほど、大張り手で寄って横田明治のドスコイでしたね。さあ大手が刺さるがあまり気にしなくていいダメージ。さあ動いたところに大手が刺さって、大足が刺さって、これはさすがに行き過ぎたか。さあこれはいいですね最大。さあちょっとやばいぞ、しかしなんとか手前をちばばれている。さあ大張り手で寄ってヘール。さあこれは高めだったので暗いおいちょピヨってデンデンデンヘール。さあ5人目はどうする、5キャラ目。出てくるよ。シャルサーのバイソンだったらね。さあ決めないと決まってしまいます。さあ2回目です、シャルバイソン。さあ対象のシャルバイソンですが、先ほどはワンチャンを掴んだピロシさんに軍配が上がりました。今回はそんな事故も起こらないように固い立ち回りでやってくるでしょう。さあかぶさって下、これは見ている、うまい。さあ投げに行く、さあどうする、3ドット4ドットくらいかな、バイソン有利。さあコッパンダイヤシ、あーこれはバレている。今のはおそらく食らってなくてもコパンコパンコパンクレイジーで終わりでしたね。さあクレイジーじゃなかったグランド刺さって、さあこれは差し返し鋭い。さあこうなるともうバイソン余計なことしなくていい。さあ削り値はそこまで痛くはないが、やられすぎると大抵大パン強すぎだろこのキャラ。さあ削って、うやー厳しい、俺だね。最終戦5
5人目対5人目さあ、ヒデリベンジなるか。ラウンド1ファイト。お、開幕の飛び輪転生で落としてまあ、クラゲと百裂で、まあ、あっという間にゲージを貯めたヒデ。チューチューつながっている。これはもう確定ですね。開幕大足と中足か。あ、体力減るのが早い。投げて大パン相打ち、いいですね。さあゲージを貯めて、お互いにゲージがある状態、不活に動けない。クラゲもこうなるともう端々でしかほぼ打てないですね。打っていく強気。打っていった。転生体育削れるか。削り切った。さあヒデリベンジ。おっしゃ。はい、じゃあ次ルーザーズいきましょう。ルーザーズ古川ロードバイパー白帯破天荒山本友田マルキお茶丸で、ワンピースピーチャンキお願いします。はい、ルーザーズやります。時間的に大丈夫ですか。みんなどうします。やるやらないどっち。やらないならやる。やる。はい、やりましょう。やるに決まってんだろと、そんな勢いでした。じゃあやりましょう。ワンピースビーじゃんけんね。あとちょっと進行早めに10時40分なんで、もうバイバイ。はい、じゃあまずワンピース B 決めて、先方の申告こっちまでお願いします。早めにね。ワンピー、はい破天荒さんたちのチームが 1P、 古川さんたちのチームが 2P で、じゃあ先方申告お願いしますね。前方申告ハジさんにお願いします。俺ちょっとジュース買ってきます。やっていきましょう。ワンピーが山本俊里、ロードエッサが、さあこれは山本俊里が結構厳しいか。エッサ側飛んでも間に合わないことが多いので、アッパーカットが減ります。このキャラ減る
相打ちでこのダメージはやばいでしょう。さあこれには確保はなかったが、早出しアッパーかも減る。100列アバレいいですね。これ暴れている。これサガット側相打ちオッケーのアッパーカット出しとくですね。完全にチュンリー側はまあとりあえず中盤で相打ち取りたいとは思ってるんですけど、ダメージ値が見合ってないんで。さあゲージを貯めたいが飛びは見てから間に合いません。さあ空対空、これはうまい。内地に行ったところは大抵で暴れてる。さあゲージ持ったが山本中にぶち当てられるのか。おー実行、これにはロードエッサがもうちょっとげんなりでしょう。さあやばい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 、ピオリチ投げてやりたい放題の山本チュンリーだが、あー上が出なくなってる。相打ちはよろしくない。どうする、踏ませた。さあ投げている、山本チュンリー豪快です。ここでハクガエルですね。ハクさんさっき探すでしたが今回ガエルですね。さあゲンで切られてチューチューピオリジー。今の大パン暴れはソニック潰しの大パンだった可能性がありますね。投げ前を間違えた投げの可能性はちょっと低いかもですね。あの大パンがね、ソニックの出掛かり潰すんですよ。さあ TBS 投げる。いやそれダメでしょう。さあ相打ち、そばとそばと蹴られます。そばとの出し筋は蹴られます。さあ投げ返された。裏回ってるキャラの方が着地の硬直もないので投げることが多いんですが、空対空背中ちょっと高めたが大丈夫。あと漏れたが大丈夫。さあこっからどうする、ハクガエル時間もない。あできないが投げて受け身ない。どうする、中足はさすがに最大ではない。今のあの場面でのいい選択はおそらくまあコパンとかでテンションを吐かせてのまあサマー入れてもう一回どうなるかみたいな感じでしたかね。時間的にサマーぶち当たって多分タイムが0-1くらいになると思うんで、まあめくってコパン壊しコパンで 0-0 でギリギリ勝ってるかっていうところかもしれません。さあここで出てくるのは古川龍。さあチュンリーの垂直はやりすぎると蹴られます。さあ最近龍チュンリー僕かなり研究しているんですが、龍に対して転生脚で一方的にノーリスク、あーっとノーノーノー、これノーノー。さあ朝ヤハド今の高さの飛びはテンションで落とされそうなのでちょっと注意ですかね。おわー、これは今のはオーラパンチかジャンプ中継でよかった気がするが、中キック飛行船いい位置をキープしているが、最大あー食らう、なぜどっち、あぶれ。古川龍なんとか踏ん張れるか、うわこれは
っちまいました。さあ山本チュンリーはおそらくバイパーさんとそんなにやってないのでやばいでしょうこれは。さあなんだそれは。さあ一回対応間違えるとやられますよ。ガードはまずいです。危ない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 。チュンリー様これは死んでしまうか。バレている。ああお壊しい。今の壊しはちょっと読めなかったですね。まあありでしょうね。暴れとしては発生フレームも4フレームと早いので。さあやばいぞ。さあ今度は完璧。何もやらせません。さあゲンは出したらよくないです。大剣で決定。これは死んでしまうか。厳しい。これがバイパーさんです。さあここで果敢に破天荒さんが登場。俺が分からせてやると。さあ立ち台手あれいいですね。あれ3フレ発生なのでできれば判定の強い技なので。しかし出すのが遅れるとこうなります。手前落ち投げる優しい。さあ今のは頬が出なかったか。さあガードはいけません。どうする。さあ立ち台手うまいですね。さすまきゲージ回収。さあ波動波動でちょっとずつのダメージを積み重ねていくが、お互いに様子を見ているが、ここで行く中足暴れ。さあ竜巻になぜか刺さる。3発入れて高めコンドラガード。テイクコンドラもガードしてファイアハード引っかかって、これは今のは中竜巻かな。空中のさあどこかで狙ってくるぞバイパーさんは。テイクコンドラ食うぐらい。うわっ分からない。死んでしまう。今のはちょっと難しかったですね。さあお茶丸ば本田、あーいいですね、いいかぶせですね。さあバイパーさんにとっての辛いキャラが続きます。ホンダに龍に、あとはベガ。さあ頬が引っかかるとやばいぞ。あ引っかかった。どすこい。ここで俺たちのバイパー高め当てでおいちょいきたいところなんですが、ホーク側も有利ではありますので。ドスコイ溜まってなくてやばい。さあ張り手で暴れるが話入力なのでこれは食らない。いやーこれは厳しいか。しかしやりに行く。いやーこれは対応できる。ここで友田さんが登場。ベガですねおそらく。さあベガホークもまあホーク有利ですが、まあどうなるか。ワン、ファイ
さあ今4対4ですね。さあミドル当てて、ミドルがね、派生が早いわ、持続は投げえわでいい技ですね。まあこれがカニベガができると言われるゆえんでしょうか。これはゲージがない状態で、この状態まずい、暴れた。しかし、いやー、バレている。なぜ BL 読みです。さあミドルでまずはゲージと体力を奪いたいが硬い。投げる、これはうまい、めくってゲージ回収。あ、これは結構なミドルに対して大ヒでやり返す、これはうまいが、めくってこれはうまいですね。さあさすがにこれはバレていた。さあミドル、さあミドルが厳しいぞこれは。さあ三角で飛び込んで、三角は判定が強いです。いやマジか、あれでも負けるのか。さあどうする。さあ対応間違った、これはまずい。ミオル、さあ大将先に引き出される。さあマルキさんの竜、まあおそらく B チームはホーク2体でしょう。さあ相打ち、さあマルキさんはホークとやってるのかな。立川にホークっているのか。さあこれはうまい、おっと立ち台系が漏れてしまうが、昇竜拳バッチリ、めくり竜巻、めくり竜巻、台足、あなるほど、そういう連携感いいですね。さあこれはちょっとまずいぞ、昇竜3連発テイクコンドラガード、あーやばい、ここは読み合い、あーこれやばい、おーなるほど、なんだそれ、あーやばい、おーなるほど、ファイヤーハード最速でしたね。ちょっと待ってたらおそらく潰されてましたでしょう。さあアントニーもバッチリ、しかし砲で切り返されて回せない。大昇竜、昇竜出る、うまい、あこれは出る、相打ちは OK。 さあバイパーさん2体目でしょうおそらく。さあ対象同士、これ熱いですね。おなんと、あーさすがに、まあ竜ガエルやりたいバイパーさんですが、これはさすがにチームの勝ちを優先してホーク。さあ手前落ちは反応できず、やばいぞ。さあさっきの試合でマルキさんが対空昇竜がバッチリ出ることが分かったので、そこを踏まえた戦いになるか。さあこれはバレている、高めコンドル、ファイヤーよく打ったが、これは見られている。スーピーガンにリーチがかかるが、歩いて壊し中盤当たんない。さあ うまくいなしているが飛ぶ。さあチュアシハード
さあこれはあーなるほど、頬で抜けるけれどもその後の無敵はないので高め当て、おおうまい、逃げてや。さあマルキさんも切れている、大昇竜引き付け。さあゲージが溜まってかなり竜有利だが、バレている、やる、いやーこれはほー、さあ次行きましょう。ウネシャルチャボーズ裏手に対破天荒山本トマザマルキオシャマルチーム、あ違った、古川ロードバイパー白帯ウネシャルチャボーズ裏手にですね、 AB、 はい、ひろしさん、マイク変わってください、喉がちょっと限界です、すいません。うん、あ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 、うん、どこだった、あ、なんかずっと置いてありますよ、ブルームチェック、なんでマイク俺なの、うん、あの、ひろしさんよく、あの、話してると思うんで、そういえばバーサスのマイクに言いながらですよね、ひろしさん、相談してんだけはやだ。あの、全国放送で、いや、うん、まあ、めんどくさいし、あーなるほど、みんなに平等です、あー、クレジット、クレジットは どこでしたっけ、ピンク、さあ、ヒデの喉が疲れたとのことで変わりましたけど、なんで俺なんだ、次がA チーム、古川ロードバイパー白チームと B チーム、ウネシャルチャボーズ裏ケニチームで、先方が先方はこれはウネガイルかな、ウネガイルとごめんなさい、エッサガー、あ、ロードさんのエッサガー、ロードさんはね、デートなしきの、ね、店員さんです、あ、そうだ思い出しました、で、ちょっとね、あのエッサが使っててまだなかなか、分かってないっていう風に言ってて、で、最初の方はみんな優しかったのに、なんかだんだんみんな声冷たいっていう風に言ってて、まあ、エッサが使ってるからしょうがないよって僕は言ってましたけど、まあ、そうですね、あ、マジか、今前そばに対してあのアッパーカットで相打ち OK ですね、これは最大ですね、これはまああの一戦思い出す組み合わせですが、の、あー安かった、これどうするんだ、あ、打ち切り、あーどうなんだ、今の膝なら間に合ったのかな、かもしれない、あーこれはTBS 阻止？あーなるほど、ウネガイルすごい活躍が、そう、あのね、ウネくんね、最近ね、かなり一つやり込んでて、ソニックの回転数がね、あの半年前とね、全然違います、あのかなり最速で打ってますね、まあ僕の見てる感じだと56から57フレームで常に打ててる感じかなって、さてと、これ誰だ、ラウンド1ファイト、お、誰だ、これは白ベガですね、白さんのベガ、白ベガです、白さんはいろんなキャラ使えますね、
そう、器用ですね。そうですね。我々不器用勢とは。そうですね。ホンダとチュンリーしか使えない勢からすると羨ましいなっていう。残念な形ですけど。さあ、最後にはソニック合わせて空ぐらい何かを出していたが、あ、これは、あ、今のはちょっともったいなかったか。あ、いいですね、中外地。中外地がなんかさっきも言ってたけど、中外地がっていう時にうねくん生まれてたのかな。ん、中外地がいた頃、いた頃っていうと、うん、俺ね知らないんですよ。知らないの。知らないっす。いや、っていうか多分その頃ね野球見てないと思うんで。あ、野球じゃないですね。あれ、なんすか。あの、バレーボールです。あ、バレーボール。あ、知らない知らない。大問題ですよ、野球だと。中外地バレーボールです。今大問題発言でしたね、完全にやらかしました。ヒデさんは、中外地選手は、野球だと思ってた。やめてやめて、これ全国放送だからやめて。なんということだ。やめよ。中外地が分かんない。だ、木村沙織とかでいいんじゃないの。だから木村沙織とかなら分かんない。ああ、木村沙織は分かります。まあでも中外地なんですよね。やばいな、今完全に分かってないのバレてるよっていう感じでしたね。さあ、ミドルがうまい、ミドルがうまい。あ、今のはミドル行ってよかったんじゃないかな。さあ、いい勝負というガイドメガですが、フル君がね、あー、ミドル、はいはいはい、あ、OK ですね。安定のね、3段。そうですね、台形、中足、最高、安定ですね。溜まってれば全然 OK です。距離減りましたね、2ヒットで。そうですね、これで。さあ、まあ、ウネ君止めましたが、出てくるのはこれ、裏切り DJ ですね。あ、ウラキニさん DJ、 ウラキニ DJ ね、結構やらしいんですよ。まあ、もともとバイソンがためキャラだからっていうのもありますけど、さあ、スラに対して台形でミドル出て、あ、いい飛びですね。あ、しかし暴れがいやらしい。あ、まあまあね、ベガニはそりゃ当てる、 DJ を当てるでしょうね。まあそうですね。さあ、これは、あ、まだあるのか。あ、今惜しい。まあ惜しいな今。まあでもな、しゃがんでるから踏めなかったっていうのもありますけど、 DJ がね、マジ判定の塊なんですよ。そうなんですよね。あのね、しゃがみ中パンがね強すぎてね、このキャラ、とにもかくにもで、スラーが強いし、アントリーができない。うわー、強いやつ。あ、いいやつですね、今の。ウラケンさんはね、エクサーでしたっけ、はい、の時のチームメイトのミアルさんとはやってそうなんで。あ、まあ、確かに DJ でのメガ戦っていうのは、うん、まあ多分分かってるんじゃないですかね。あ、バレてますね。あ、まあ、そうですね、前ですね、バックジャンプ台形。さあ、ここで3人目ですね。そうですね、古川さん、古川龍。これね、バイパーさんがね、フォーク2体だと思うんで、まあ、古川さんが DJ 止められてちょっと自利品かなっていう感じですね。いやー、いい飛び。いやー、厳しい。ピオリ 1? あー、出ない、ね、出ないな、やばい。竜なんで止めたいっていう気持ちはあるでしょう。止めたいが、このキャラね、あー、飛んでる、バレてる。さあ、ね、1回ね、大手食らった時に竜ががひよっちゃいけないんですよね。ひよっちゃいけないと言いながらも厳しい。あ、さあ、昇竜が出なかったことによってダメージをもらいまくり。あ、痛いな、今の大手。押されてるか、厳しいかな。あ、やりたい放題ですね、裏切りさん、今のは上手いですね。あ、歩き投げ、中足のスカル間合いで立ってて何もしないじゃなじる、いいですね。さあ、ここでバイパーさん。さあ、しかしバイパーさんはお得意のワンピー側なので、まあ、ここから本領発揮かっていうところですかね。まあ、とりあえずホークで行くでしょう。まあ、おそらくホークに対でしょうね。ホーク以外で負けると多分ね、結構バイパーさん温まると思うんで。うわ、やばくない。あー、小足に中足が負ける。重ねミスですかね、かな。はあ、さあ、うまい。今の対応はなんかよく DJ 使いがやるやつですね。さあ、これは死んだか、バレている。DJ には小足からの、あの小足からの連携は多分割れませんね、きっと。
おそらくそうなのかな、そうなのとそうなのっておそらくなんか見た感じの体感ですけど多分あれジャックやってもおそらくしゃがみから入れてるんで自動2択仕込めてると思うんですよね。話で、トマホとトマホとあと台風とさあどうしても画面端に行ってしまう。あ厳しい。さあここは小鹿さんねから出ない。あでももう厳しい。ジャケかな出さない。あこれはチャンスか。出し切る、打ち切る。いやでも打ち切りありですね。さあここから、あちょっと事故りそうだったが立ちはやばいぞ。あこれは、あ出た、判定が強いな。超シューキックパンチバージョンの判定が強いやつですね。あしかしもうバイパーさんが上がりましたね。さあ回った、あーつえ、あの暴れマジつえ、判定の塊だな。チュンリも人のこと言えないけど、高めで、あーこうね、これ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 光るやつですよね。ああで最終的にダブルと素晴らしいです。今の立ち壊し、立ち中、立ち壊しでしょう。あれジャックで切れた可能性ありましたね、あそこの場面で。でも今まで多分ねこうしゃがみ壊しでひたすら我慢してたんで、立ち壊しにして安定を取ったっていうところですかね。さあここでチャボーズサガットですかね。チャボサガですね、はい、さあチャボサガに さっきの1回戦は負けてしまっての敗退でしたが、今回は X フォークが2体残っている状態での戦いなので。しかしチャボサガが打ち方がうまい。チャボさんはね、ベガスとかで結構イケボラスベガスとかでやってたんで、はいはい、フォーク戦はやってはいるんですよ。やっぱいやーやばいわ。割らなきゃいけない連携のところでガードしてしまった、じゃあやるよみたいな。さあいなし方は、ああこれは漏れてしまった。台風のはずだったが、あうまい。あーあーああマジか。いやーこれは死んでしまうか。ああバレている。出し続ける意志力、これは二角。やっぱチャボさんね、ベガスでやってたっていう。ああこれも確定し、ね、この2位がきつい、うん、低空コンドルでさえも2位が確定してしまうっていうのがやばいですよね。さあダメージはもうサガット有利だが、あーやばいぞ。あーマジでそれ、ね、あーなるほど、やる、これはやる、これは今のはすげえな。さあしゃがみでちょっとずつ歩いたところを台紙で蹴られるものほど奥側がなえるものはない。これも2角、ね、2角定はきついな。これサガットフォークってどうなんでしょう。サガット有利かな。いやサガット有利でしょう。でしょうね、さすがに確定ダメージが取れる場面が多すぎますね。あと台足とかがきついと思います。あでしょうね、これも2位なんですよね。で重ねると、あの低空でさえもダメっていうのが寄れないな。空中で避けるが、水ジャンで避けるが、あーバレている。これはジェノサイドで終わり。ああなるほどね。さあバイパーさん2枚目投入ですね。しっかり出すっていうのは最後まで諦めないのが伝わるん で、ね、いやあのね大事ですね。このゲーム結構理不尽なことが起こるゲームなんで、最後まで何が起こるかわからないというのに出し続けるのは大事ですね。さあ漏れてしまうが、ああやってちょっと直接的に2択に行きたいですよね。そうですね、あ今のうまいですね。金庫パンからの近寄っちゃえばアパカは弱いんでそうですね、こういう感じで行きたいと。あの庫パンにダブル仕込まれてるって思います、やばくないですか。まあ思うパッと見では思わないんですけど仕込んでるんですね。そうなんですよね、さすがです。台足がだいぶ本当便利ですね、うん。まあこれがさすが4回転半のメンバーのうちの一人懐かしいね、3月のエクサ、ね、僕と2回転さんとバイパーさんで出たチームがありました。あーこの壊しはさすがに割られたか、ね、しかし これはあー台形引けてる、今潰そうとしたんじゃないかな。どうすんのこれ、歩いて台足誘うも何もない。うまい、確定？かくった？かくったっぽいね今の。多分台足の出掛かりにやりましたね。
すごいですね。コパンとかだったら多分死んでないんで。そうですね。おそらく確定ダメージでしょうね。さあ、ここで。さあ、出ました。ここで。赤いバイソン、赤い彗星。中野の赤鬼ですよ。中野の赤鬼ね、間違いない。あ、中野の白い悪魔っていうのもいるんですけど、まあ、あの白 い、ね、白い悪魔の話はやめましょう。ああ、結構折れてます俺は。ああ、見ている。アントビから3段。あのね、シャル君、シャルさんはね、焼き鳥さんともね、S フォーク戦やったりしてるんでね、で性能の弱いバイソン X フォークになるとね、多分もうかなり安定して勝てるんじゃないかなって。これは、まあ、あー、やばいやつですね。あ、キル。あー、なるほどね。あ、これはもう削りだけで勝てるんじゃないかという。そうですね、まあ出しとくってやつでしょうね。そこで、あー、三角。あれー、マジ強えよな、エンダイパー。あ、対応間違えるも大丈夫。強え。匂いも、あー、間違えない。うわー、どうだ、死にかけだ。死んじゃった。じゃあ次俺らですね。はい、じゃあラスト。あ、じゃあ最後の試合です。さあ、中島秀デニアピロスチーム対ウネシャルチャボーズラケニチームですね。最後の一戦。さあ、スーピーガーはジャンティンで決めちゃいました。ジャンティンで勝ったやつって。同キャラスタート。ワンピー側がウネガエル、スーピー中島ガエルですね。さあ、相打ち。あー、食らってしまう。ソニックの硬直少なすぎだわ。さあ、ガエルガエルは画面端はかなり自利品になります。さあ、中島さんが今度はソニックの回転が速いぞ。あー、これで体力は一度とウネ君有利くらいか。スタブ相打ち。さあ、ガードはまずい。お互い痛み待ちか。あーと、ウネ君の方が減る。リフトアッパーの方が減りました。シャルさん喋る？喋らない。あ、マジで？ぜひしか言わないシャルさん、ダメです。ウネ君ね、フレッシュだね。若いっていいね。まあでも俺も心は若いよな。あ、お疲れ様です。
そうなんです。このゲームやってる人たちね、あのね、顔が若い人多すぎなんですよ。まずそもそも、さあうまい、刺した、刺し返すが相打ち、キビス阻止、コパンで飛び込むよりか中継で飛んだ方が、あー待っている、これは厳しいか、うねがえる、さあワンピーガーどうする。裏手にバイソンですね、やりに来ましたね。ワンピー側がね、最大でバイソン3体出せるのがやばいんですよ。3体やばい、やばすぎだから。バイソンいくらくらいにする、500円くらいにしよっか。いやほら5期5000円だからさ、ちょっと上昇心的にね。さあソニックが早い、さあうまい、あーと、あーごちゃらせてきた、ガード硬い、やばいぞ、あーまだまだ、あーよく食らってくれた、珍しいですね。おそらく今の歩きであの投げ入れようとしたら食らっちゃったパターンが考えられますね。俺はそこもガンガードですね、安定してというふうに今シャルさんに喋っといての裏切り発生ですからね。あのね、この辺駆け引きなんで。さあ裏剣うまい、さすがにバレている、中あーやりにくる、はい、もう一回、さあわかんない、さあ TBS いいよ、受けらびってるよ。ヒロシさんどうします、ほんだこいや、ほんだラウンド1ファイト、まだヒレさんじゃない、あ赤い水星対策です、赤、お願いします。さあここでピロシさん、あ、そっか、コンコン、さあ2番手ピロシホンダ、さあ確定ダメージはお互い知っているといったところか、いや、いって、さあ減る減る減る、あー来た、最大、まだ安い、あやる、頭突きを最大で出してましたね、最速で。まあ仮想をね、大事ですね、他人がやってるところで自分だったらっていう考えは大事です。さあ見てますね、うまい、あーやばいぞ、下段、あーダブルアップ、そし、なるほど、うまい、あーマジか、いいよ、ラリってるよ。ラリってるってちょっと。手前落ち、あー尿意棒いって、あー蹴られた、これはしょうがない、うわー厳しい、さあこれは来た、あー最速バックジャンプはいって、そしてこれはさすがに厳しい。アニジャだ、さあアニジャが来ました、ニーヤホンダですね、これ負けたら俺かな、俺がやりに行かなくちゃダメか、まあでもニーヤさんはやってくれます。本当に手を怪我してるんでしょうか、あーうめ、強欲ボーナス、強欲ボーナス2回目やり返す、やばい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 、おかしいおかしい、やばいやばい、めっちゃ歩いたよ、あー確定ですね、高めくらいの前に入れっぱなしなので、そのまま追い所コマンド間に合いますね、はい、蹴る、いや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 、やばいやばいやばい、あーなるほど、ガードあかん、 3回目、あはは
あ、しかし硬い。あ、あー、ハスパコーマお尻で制裁。さあこれはどうする。あ、ジャモンズさんが行くみたいです。ジャモンズさんが行くみたいです。人任せです、この人。何でもいいですよ。さあ3番でチャボーズサガトですね。さあ代々入って、あ、ビオルやばい。あ、これはどっち、撫で返す、マジか、なるほど。あー、なるほど。あ、中百貫ですね、今の上に判定があったので出しとくと見せかけてのちゃんとお釣り入れる。あー、マジでビオリフィーで、うーわ、マジか、俺行ってくるわ。レーヒーリュウでしょ。あとはヒデが2回出るのかな。まあ1回目ですかね。あ、3人目対4人目かな。あ、飛びが入る。適当にクラゲ打ってんじゃねえと。お、いい対応ですね。さあ、すかして大足逃げ大キック。これ下タイガーとクラゲがなんかもう硬直同じぐらいか。いや、クラゲの方が早いか。さあ、タイムが逃げ切る、逃げ切ったヒデ。さあ、これまた透かしてしまう。転生客は本当リーチないね。さあ、端でタイガーを連打。そう、うまい。あー、飛び越えたけど反撃入らず。お、百裂が腕に、あの百裂、足がね無敵だから。さあ、弾放題モードで体力を取っているジャボーズサガット。さあ、クラゲ。さあ、また時間が、まあ対空で使ってって、また逃げ切る。さあ、4人、ワンピー側4人目。さあ、シャルバイソン。さあ、今日この対決結構もやってますね。さあ、4人目対4人目、ゴツ。さあ、中大投げて、投げが減る。あー、さすがに露骨すぎたか。さあ、開幕なんかが相打ちして、しかしダメージ差は倍ぐらいある。バイソンのゲージがないうちは強気にクラゲを打って、百裂転生。さあ、ゲージがないのでまだクラゲ。あー、
ンは止まる、相打ち、うわー、百列にぶち込んだ。あれ狙ってましたね。さあゲージがあるので、もう橋以外ではクラゲが打ちにくい。うわー、逃さない。さあこれガード、ヘッド打って削り、さあ 1P 側がリーチ、さあヒデ2連投、さあ後がなくなった 2P 側、あと2回倒さないとダメですね。あ、チューチューピヨって、まだ生きているが、これ削りで、さあ相打ちダメージ差がやはり今飛ぼうとして百列引っかかっちゃったのかな。さあクラゲが強い、テンション、さあ壊し戦列、さあ最後の一人は誰を出す。おっとジャボーズさんが立ち上がったので、今俺が倒してやるよって。さあやっぱり、シャルバイソンですね。さあ短波を開幕ぶち込む、投げて、さあ天正客の対空結構狙ってますね、ヒデは。おお、よく出した、よく出しましたね本当。お、打たない、ここで打ってガード、天正、さあ今日は天正対空がかなり効果的になってますね。天正客が結構ちゃんと引きつけないとね、潰されちゃうんですけどね、よくやってますねヒデは。飛びから投げて、もう一回、次も投げられるともう死んじゃうかな、これは。ああ、もう打つしかないですね、中足。さあじゃあ本日優勝は中島ヒデニアピロシーチーム、勝った、おめでとうございます。まあ俺のフェイロンがいなかったから今日は勝ったね。そうねあのね、あれ、それ3週間前の悪夢だからやめよう結構ね心折れてるからそれ。はい、というわけで本日のイベント優勝中島ヒデニアピロシでした。お疲れ様でした。じゃあ写真撮影、勝ったチームお願いします。